キノコ場所を抜けて、これはクリスタルかなんか、水晶洞窟、美しい。水晶綺麗そうだけどね。いました、いました。あ、やっと来た。もう暇すぎて準備に力入れちゃったよ。準備？そう、スイッチオーン。うわ、なんだこりゃ、音かわいい。さあ、やっとピーマンを避けて、うまいこと避けて渡ってこれるかな。バランスを崩したら真っ逆さまだよ。僕は遠くから見てるからね。矢はわかるが、ピーマン？なんてこった。俺も初めて見るが、こいつがピーマン。なんだピーマンって、食べ物。一応食い物らしいんだが、とにかく人間の子供の天敵通噂だ。こいつの匂いを嗅いだだけで泣き出す子供もザラだと聞くぜ。クレヨンしんちゃんぐらいじゃない？私ピーマン好きだったけどな。ち、厄介なもん。ピーマン、やだ。やっぱりか。お、上手に。あ、ちょっ、なんだ、大したことねえな。おい、行こうぜ。よかった、よかった。ポンポン。なんかマインクラフトみたい。お前は頑丈すぎるんだよ。メグは矢とピーマンを避けていかなきゃなんねえし。俺は多分ピーマンに当たっても平気だと思うが。じゃあお前が盾になってメグをピーマンから守るんだ。え、ロイが抱っこしていけばよくない？無茶言うなよ。俺だって矢は避けなきゃなんねえんだぞ。ピーマンとメグを見ながら矢を避けて進む自信は。よし、じゃあこうしよう。共同作業だ。俺がここからお前らに合図を出す。それに合わせて進むんだ。わかった。大丈夫か。つっても他に方法はねえか。ロイが戻って抱っこしていってよ。よし、行くぞ。え、あ、でもゆっくりだな。待って待って。あ、やばいやばいやばい。危ない危ない危ない。もうこれ大丈夫かな。あ、ギリギリ当たってないのかな。あ、待って、難しい。わあ、めぐちゃんゆっくりだな。あ、オッケーオッケー。危ない。あ、痛い。夢落ち。戻れないのがきついな。ちょっと気を取り直していきましょう。し、大丈夫。ほいほい。進みすぎない。ここがいいね、ここがいいね。大丈夫。ポン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 。なあ、なんかこれよくわかんないな。やっとピーマンがだいたい一緒に来る時もあるから、その時に行った方がいいね。次ぐらいやっとピーマン一緒に来るんじゃない？あー、当たっちゃうんだけど。え、むずくない？え、逆に離れてる時に行った方がいいのかな。今が一番寄っちゃうから。これ救済措置が出てる。ちょっと待って。最初からそうしてくれたらいいのに。あ、わかったわかった、理解したわ。そっか、ゴランさんはピーマン大丈夫だから、ピーマンのところにずっと行ってもらえばいいんだよ。ようやく理解したわ。今のでわかった。おバカちゃんだったな、私が。で、先に渡ってもらって、ゴランがピーマンのとこにいる。で、メグちゃんもピーマンのとこまで行って。危なかったな今。よしよしよし、着いた着いた。危ない危ない危ない。よしよしよし。はあ、ナイスクリア。何回か死にました。落ちなくてよかったね。夢では落ちました。面倒なことさせやがって。何が目的でこんなもん用意したんだよ。だって面白そうでしょ。あ、ちなみに
発射された大量のピーマンはちゃんと後で回収してみんなで買い、なんだっけ、ホイコーローだっけこれにして食べるから、余計な心配はしなくていいからね。スタッフが美味しくいただきました。マジかよ。さあ次行こうか。スイッチオン。今度はレーザーだ。触れたら熱いぞ。そんな物騒なもん一体どっから持ってきたんだ。もともとは人間の道具だけどね。こんな時のためにセバスのじいさんにいい感じに調整してもらってたんだ。めちゃ有能なんだね、あのおじいちゃん。どんな時のためだよ。でもロイちゃんだけはまた平気かもね。本当はロイちゃんでも一瞬で灰にしちゃうぐらい出力を上げたかったんだけどさ、古くなってるから出力を上げるのは無理じゃって言われちゃったしね。じゃあまた遠くから見守ってるよ。そんじゃあね。ロイだけは大丈夫？ああ、オッケー。確かに全然平気だぜ。本当か？気持ちいいぐらい？そんな平然とされてたら俺でもいける気がしてくるな。試してみるか？いや、やめとく。死んでからじゃ遅いからな。ここでは操作するキャラクターを切り替えることができます。キャラの特性を利用しながら全員で先へたどり着きましょう。オッケー。こうだね。ここで、ロイが待っててくれたら、めぐちゃんとゴランも進めるから、めぐちゃんにして、めぐちゃんもここまで大丈夫かな。ここ大丈夫だね。でここで待っててもらって、これなんかさ、こういじれたりしないのかな。めこいつはつながっているレーザーの状態を変えられそうだな。赤。はあ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 。まあ、一旦、めぐちゃんに変えて、めぐちゃんも進んでもらいましょう。なにこれ、壊れるんじゃない？めぐちゃんだけ渡れそうな気がする。なんか、めぐちゃん生かすの怖いけど、二つは抑えられないのかな？じゃあ、間違った。めぐちゃんに変えて、怖い。配線をオフにしたら、あれはこいつだけは選べないな。なんかパーツが足りないみたいだ。わかった。これね、これね、なんか落ちてるから絶対いるんだろうなって思ったけど、何も言わずに進んじゃった。青を切ったら、緑を切るとオッケー。ってことはめぐちゃんを先に行かせて、これなんかこう押し込みすぎちゃったら死ぬから怖いな。で、あ、これでいいね。これであとめぐちゃんにして、これ落ちないよね。え？何？くそ、この忌々しい腕輪が何かするたびに嫌でも目に入っちまう。何度も言うようですが、あなたがその腕につけている腕輪、それがある限りあなたは我々に従うしかありません。こんなもんのせいで俺はずっと。いいですか、ゴランさん。もし確実にロイの邪魔が入らずに子供を始末できる状態があったら、速やかに実行に移してください。ええ、構いませんよ。ロイの方からこちらへ向かう手段があると分かった以上、子供がいなくてもこちら、ロイをこちらに来させる理由を作ることはできます。はあ。ならば子供とロイが一緒にいるというこの危険な状況を、まずは解消すべきと判断します。それさえできればあとはこちらで対応できます。つまりあなたのミッションは完了。あなたの貢献に敬意を表して、その後は自由の身としましょう。自由の身になりたいんだろうけど、メグとロイどっちか失っても今、こいつを切り替えてレーザーがメグに当たれば、メグはあっさりと死んじまうんだろうな。
あとでロイのやつには殴られるかもしれねえが、殺されはしないだろう。なーに、操作ミスなんて誰にだってあることだしよ。おい、そもそもメグのやつだって俺らに拾われてなかったら間違いなく今頃死んじまってるに違いないんだ。そうだよ、ここで死んだって俺が殺したことにはならないだろう。え、そんなことできるのか、そんなことできるのか、ゴラン。もたもたしてると怪しまれちまう。早く切り替えて。くそ、ああよかったゴラン。まあでもそうだよね、やらなかったら、監視されてるとしたらいつでも殺される状況にいるんだよね、ロイっていうかゴランだけは。ねえ、何か拾ったよ。おお、ナイスだメグ。じゃあそれをこっちに持ってきてくれ。でもこれでもう殺せないっていうのは分かったのかな、ゴランの心情的に。ゴランはもうメグは自分には殺せないって分かったんかな。よし、で、よしよしよし、そうだよね、多分これゴランが言ってたら落ちるんだと思う、このバキバキに割れてるのは。これもなんかいじれたの？何これ、よくわかんないえ、いじれたのかな。オフできたじゃんメグにして、はいはい、これいるの？おー、サンキュー、お手軽だぜ。うん、なあメグ、お前はよ、思えばずっと俺やロイのことを素直に聞いてるが、怖くないのか、ロイとか俺のことをよ。なんで怖くないよ、ロイもゴランもずっと優しいよ。なんだよそりゃゴラン幸せになってくれ、かわいそうだな。どうしたの？あ、いや、なんでもね。変なの、子供は察するからね、意外と。ロイ、レーザー平気？痛くない？全然余裕だぜ、ちょっと熱、かゆいぐらいださすがまあな、ロイの後ろにいるの安心する。おお、そうか、そんなこと言われるのは初めてだぜ。変な感じだが、悪い気はしないがよかった、話しかけてこんないい会話聞こえたんだ。じゃあ受け取ったからオフにしましょう。よし、これでようやくみんなで先に進めるか。みんなで行こう、みんなで行くぞ。オッケー、やっと抜けられたな。そうだな。うん、なんか元気ねえな。なんかさっきからちょっと変。え、いや、気のせいだ、気のせい。いいから行こうぜ、この先であいつが待ってるんだろ。たく、こんな面倒なことさせやがって。文句の一つでも言ってやろうぜ。なんか釣りでテンションが上がってたりとかここで急に不安になったりとか、うつの人みたいな症状になってるぞ。ご覧、解放されてほしい。さあ上に行きます。外壁への道、ここ越えたらもう人間の研究室っぽいよね。行きます、外壁への道。どうも、お疲れ、よく頑張ったね。お疲れじゃないぜ、苦労させてくれやがって。何のためにあんなもん用意したんだよ。ただのゲームだよ、君たちが死なずに突破できるかどうかっていうさ。だったら自分でやれよ、いい迷惑だろうが。いやいや、そういうわけにいかないんだって。それにね、まだゲームは終わってないんだ。トランプ？ん？この2枚のトランプから1枚選んでみてよ。
どういうことだ。いきなりで意味がわからねえぞ。気にしないで、ちょっと参考にするだけだからさ。気軽に引いちゃってよ。絵柄が違うとかはないよね。なんかメグとゴランとかが若干こっちに寄ってる気がするから、これでオッケー、決めたね。僕はさ、面倒だし、君たちはもう殺しちゃえって思ったんだよね。その方がちょっと面白そうだしね。なんだよ、やっぱりやんのか。でもセバス爺さんはそう思ってないみたいでさ。まあ確かにそれもわかるんだよね。だからさ、ゲームで決めることにしたんだ。生き残るも死ぬも君たち次第ってね。何より僕も楽しめるから一石二鳥だしね。この子は別にメグちゃんに対して何にもあれがないんだね。可愛いとか守ってあげたいとかそういう感情は。で、これが最後のゲーム。片方がジョーカー、もしそれを引いたら僕はこの場で直々に殺しちゃうよ。さあめくっちゃってよ。どっちかな、ワクワク。あー、いや、かわいい。こんな感じだったんだ。レンが現れた。めちゃくちゃ強かったりしそう。ロイのパンチ攻撃。レンの攻撃。いけるいける。まだいける。レン、いけ。レンはトランプを飛ばして攻撃してきた。おうおお、強いな。まだいけるでしょ。ウルトラパンチ。さーて、ショータイムだよ。これからこのカードを裏返してシャッフルするよ。はい。ハートネースを引き当てられたら君の勝ち。もし外したらめちゃくちゃまずいって噂のこの頑張り茶飲んでもらいます。は、そんなもん飲みたくねえよ。ダメダメ、わがままはダメだよ。大丈夫、体にはいいらしいから。いい人。さ、シャッフルタイム真ん中で行くよ。まあ、最初は簡単で徐々に難しくなる系かな。真ん中、はい。ハートのエースだ。イエーイ、楽しいこのゲーム。当たりを引いた。わお、大正解、さすがだね。まだいけるかな。パンチで、よし、危ない危ない。おもちゃでメグの心を回復はクレヨンで、クレヨンを使った。これメグも飲まされちゃうのかな。頑張りちゃん、メグの受けるダメージが軽減。レンは暗記で攻撃、痛そうだね。ウルトラパンチだ。うん、よし、もう一回ショータイムだ。今度はちょっと難しいかもよ。オッケー、頑張る。真ん中見て、真ん中見て。あ、待って、まばたきしちゃった。違うかも、違うの見てるかもしれない。今これ、違うかも。あ、やった、よかった、当たりを引いた。わお、大正解、さすがだね。普通のパンチ。ラストもう一回来るよね、多分。連の攻撃。もう一回パンチ。さあ、これが最後のショータイム。頑張る。真ん中。なんか来た、なんか来てる、なんか来てる、なんか来てる。何？いや、ちょっと絶対見ないよ、絶対見ないよ。なんか手振ってない？絶対見ないよ。後で配信で見る、配信じゃない、編集中に見る。これ、なんかこうやってたよね。当たりを引いた。わお、大正解。あの、よくわからないものにも気を取られず正解を当てるなんてさすがだね。命かかってるから。じゃあウルトラパンチだ。あとちょい。姿を消した。あー、ガードしとく。守りを固めた。レンの死角からの攻撃。オッケー、姿を現した。いや、でももう倒せるはず。いけ、スーパーパンチ。よし、
いに勝利した。ロイの攻撃力が上がった。ロイの守備力が上がった。メグの心が上がった。わーいいなー、なんか今度戦闘がみんな違うのすごい。参った参った、びっくりした、強いんだな。僕の負けだ、もう邪魔しないよ。さ行って行って、なんかある？なんか私この勢いだと最後セバスローとも戦いそうな気がするんだよね。わしを倒してからみたいと見せかけて後ろから殺しちゃったりして。おい、あ、ナンシー、あれナンシー、なんで邪魔するんだよ。あんたね、ちょっと来なさい。あ、お説教タイムだ。各自が思うように行動するって話だった以上、今までは黙って見てたけどね。負けた後で後ろから襲うのは見過ごせないわよ。いてててわかったわかったって、もうしないって、痛いってば。そういうわけよ、こいつはちゃんと私が見ておくわ。ナンシーちゃんかわいい、人気高そう。チェー、まあ結構楽しんだしいいか。そういうわけよって言われてもな。でも助かったぜ、ありがとよ。評議会の人たちも本当ただただ魔物の生活を守りたいだけの優しい人たちだもんね。ありがとう。戦いたくないからな。見送られる。ここまでは来てくれたんだね。でもどこまでが不可侵条約を犯さないんだろう。こっから上、外壁下部、あー上もあるんだね。行きましょう。思ってたより断崖絶壁。ありゃこいつは足が壊れちまってるな。これじゃ進めないぜ、戻るしか。上の方に行きゃいいんだろ。え、こんぐらいなら登れていけそうだぞ。今さらお前が壁を登れるぐらいで驚きゃしないけどよ。俺らはどうすりゃいいんだよ。さすがにこりゃなかなかダメそうか。ち、こんなの全然余裕だぜ。ロイ頑張れ。ボタンを押してる間ロイが壁を登り続けます。壁を登っている間は握力ゲージが減少し、止まっている間は握力ゲージが回復します。え、止まってったら大丈夫なんだ。また途中で風が吹くことがあります。風が吹いている間は握力ゲージが大きく減少し、止まっていても握力ゲージが回復しません。握力ゲージがゼロになったらミスになります。え、おお、今これ風吹いてない？ちょっとずつだな、怖いから。あ、大丈夫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 。ドンドンドン、ゴランが、あー大丈夫か。ドンドンドン、もうちょっといけそうだね。ドンドン、なんかよ、俺たちってさ、ずっとこういう感じだったよな。こういう感じ。お前らは、二人は一連卓章ってやつだ。メグはロイが守ってやらなきゃ今頃生きちゃいね。ロイありがとう。おう。でもロイ、お前だってメグがいなきゃ。町外れに住んでてマジックタールばかり食べてる変わり者。今も変わらずそんなもんだっただろうな。うるせえな、いいだろうが昔のことはよ。え、孤独を感じてるかな。まあでもそうだよね。そんで俺はどうした、話してくれ。ゴランがいなかったらメグ死んでたんだよ。でも大丈夫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 、落ち着いて。あ、音楽が。ゴランが助けようって言ったから、そうだよね、ゴランが助けようって言ったからロイもメグも今生きてるんだよ。
俺もずっとこんな感じだ。こんな風にずっとお前ら二人の足を引っ張ってんだよ。おい、ごらん、ごらん。ああ、急に何言い出すんだ。んなことねえだろ別に。いや、そうなんだよ。だけどお前はパワフルすぎて、そんなの関係なしに俺ごと引っ張って行ってしまうんだ。まあ力にはちょっと自信があるからな。へへ、ほんと頼もしいもんだぜ。おお、見てみろ、なかなかいい眺めだ。いい眺め。こりゃ確かに魔界にいちゃ見れねえ光景だな。ほら、一緒に行くんだぞ。なんか暗くなってきてる。大丈夫。止まってる間握力ゲージ回復するのすごいパワフルさだよね。すごい減っちゃう。そうだ、こんな景色想像したこともなかった。お前ら二人のおかげだ。メグが来てロイがちょっとずつ変わって、そんなロイに引っ張られて俺も気づけばこんな高いとこまで来ちまった。うん、それがね、一番足を引っ張ってるのがそれだよね。ごらん。あ、登ってっちゃう。ねえ、全員幸せになってほしいぞ。外壁上部へ移動します。はい。おお、おじいちゃんどうやって登ってきたの。ここまで下から見えてるのは魔界？じいさん何してんだ？つーかどうやってここまで来たんだ？いい眺めだなって思ってんの？そうだね、暗そうだけど。なるほど、壮観だな。とはいえわしらの世界はこんなもんじゃ。ここから見れば一目で見渡せるぐらいの狭いもんじゃろ。そうか。こんな遠くから見て狭いっつってもよくわかんねえな。ほっほっほ、それもそうじゃな。ま、ともかくじゃ。このわしらの世界を守ろうとみんな必死なんじゃ。グスタフもナンシーもレンも、いやレンはわからんが、人間のゴミ箱としてできたこの世界がわしらのすべてじゃ。あー、じいさん。おそんなに言わないでよ。結構ロイ、もうメグちゃんのこと以外はわりかしどうでもいいとこあるよね。悪いけど興味ねえし、関わるつもりもね。ポールさんへの態度もちょっときつかったしね。グスタフのやつには言ったかな。俺はメグのお母ちゃん探してるだけだ。そうじゃの。それじゃあお前さんにも関係のある話をしようかな。わしはお前さんには期待しとるんじゃ。世界ごと人間のいいようにされてきたこの状況を変えるきっかけになるかもしれんとな。あのな、だから俺はそんなの興味ねえんだって。すまんすまん、まだ回りくどかったね。わしもお前さんが他にどうこうしてくれと言うつもりはないよ。ただ生半可な力と覚悟で向かってもらっては困るのでな。いたずらに人間の怒りを買うだけに終わるのはまずいからの。ということでお前さんの力と覚悟を試させてもらうとしよう。セバスおじいちゃん、戦いたくないよ。魔術とか使ってくんのかな。でもあなたを倒して先に進む。パンチ。うむ、ジジイのくせになかなか頑丈な体してやがる。まだまだ若いもんには負けんの。健康の秘訣は早寝早起きと適度な運動じゃ。電動ドリルで攻撃。ちょっと待って、痛い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 。こいつやたら凶悪な武器を使いやがるのやばいよ。しかもそれ人間の武器じゃねえのか。まあね、わしにかかれば人間の道具をいい感じに細工して使うとかお手のものだからね。なんてじいさんだ、怖すぎ。
容赦なくいける。これで俺のパンチ、セバスの攻撃。あー、なんかツエル殴ってきたりもするんだね。ウルトラパンチ負けないぞ。エアガンで攻撃、痛い。そろそろあれの出番かの。あれ、え、なんだそりゃ。あー、なんか嫌な音、装置から耳障りの音が聞こえてきた。うげ、なんだ今の。バカ者にだけダメージを与える。超マジドンキホーテとかで流れてるやつか。超音波、よくわからねえがそいつを止めやがれ。止めたけ、自分で止めればわしは邪魔せんよ。機械をいじる、間に合うかな。ロイは機械を調べた。なんだ、ボタンがいっぱいやりやがる。スイッチはこれか。ダメだ、動かねえ。点灯したランプを同じ順番でボタンを押しましょう。わかった。 OK、 トゥントゥントゥン、ほし、止まった。モード変更、老人に不快な低周波モードに切り替えます。機械のモードが切り替わったようだ。そんなモード用意しとったっけ。セバスの攻撃、あー耐えてね。よしよし大丈夫。あ、よしよしよし。おもちゃで、ロケット。ブーンブーン。ブーンじゃないか。よし、バールのようなもので攻撃。バイオハザード。あー、あ、オッケーオッケー。そのうちでもいじりそうだね。ちょ、もう一回回復しとくか。回復ボールだ。なんかボールの蹴り方上手くなってるのいいな。セバスの攻撃、大丈夫。常にあれで攻撃が入ってくれるのが嬉しい。ダメージがウルトラパンチ、よし。セバスの攻撃、大丈夫。低周波がどれどれ。あー、セバスの機械をいじっている。若者に不快な超音波モードに切り替えます。いじるぞ機械。クソ、またかよ。メクが泣いたらどうすんだ。世界が滅びるぞ。世界が滅びる、なかなか名誉なことを言うの。ここまで来たら伝えてあげた方がいい気するけどね。ロイは機械を調べた。トン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 。ノートでたまにやってるからな。オッケー、4回ぐらいあるかな。モード変更、老人に不快な低周波モードに切り替えます。機械のものが切り替わったようだ。あー、ちょっとやめてよ、なんか脱いでる。バキバキなんだけど。ちょっと待って待って、攻撃しちゃダメ。ガードで守りを固めた。チェーンソーで攻撃、チェーンソーマン。オッケー、ロイの攻撃力を元に戻った。おもちゃだな。ネゲの心を回復、大丈夫だよ、負けないから。さあ、たまりにたまったウルトラパンチ。おい、電気ドルドルで攻撃、痛い。よしよしよし、どれどれ。いじっている、若者に不快な超音波モードに切り替えます。さあ、機械をいじるぞ。ミスできない。せっかく切り替えたのにまたかよ。まあまあ、そういうな。これで最後じゃん。これで最後じゃ。覚える。よっしゃ。モード変更、老人に不快な低周波モードに切り替えます。キャラのモードが切り替わったようだ。セバスの攻撃、大丈夫、頑張るぞ。攻撃、ウルトラパンチ、いけ。セバスはエアガンで攻撃。回復しておくか。でも次できっとやれるから。絵本を読んで文字読めるようになったんかな。よし、セバスの攻撃、大丈夫。あなたを超えて人間界に行くんだ。ふん。
あのパズルをすべて解除するとは。お前さんただの力自慢ではないというわけじゃな。うむ、まさに差分うぶ、差分うぶだ。セバスを倒した、戦いに勝利した、ロイの攻撃力が上がった、ロイの守備力が上がった、メグの心が上がった。オッケー。でも、もう何も言うことはないわい。ジジイが出しゃばるのもひとまずここまでにしよう。そうかい、それ何よりだ。ありがとうね、心配してくれてる。こっから先はもう人間界だよね。あー、そうじゃ。なんだ、先ほどお前さん言うとったね、その子が泣くと世界が滅ぶと。詳しく聞かせてくれんか。いいけどよ、おじいさんもどうせ信じないだろ。話すんだね、よかったよかった。あっち、なんだ、何が起こってる。知ってる、まさか、お前さん、ん、いや、お前さんの言うことを信じよう。ありがとよ、じゃあもう行くぜ。知ってるのかな、このロイが研究の末に生まれて、そういうちょっと危険な存在だっていうのを知ってるんだろうな。行きましょう。こんなことがあるもんじゃの。わしがロイ君に関して出しゃばるのはここまでと言うたが、どうやらもう一度出しゃばることになるかもしれんの。救済できるのか、デブリを溜め込んだ体の臨界点。